はい、お疲れ様です。長谷俊です。タイトルにもありますように、仕事プライベート兼用できるブラックデニムっていうのを購入したんですよ。今回はそのブラックデニムの紹介、何を購入したよっていう自慢をね動画でねちょっとしていきたいなっていうふうに思うんですけども、はい、じゃあまずはその現在今仕事で履いているものっていうのは何っていうところをね、ちょっとまず先に紹介したいなっていうふうに思ってて、先日うなさんがブラックデニムの動画を出したんですよね。自分全く同じことを考えてて さすがに買ったものは違うんですけど、自分仕事柄ネクタイを締める仕事をしていて、なのでそのスーツっぽく見える服装にしないとっていう風なことで、ユニクロで買ったチノパンを履いているんですよ、うん、やっぱ動画で見る限りだと十分ね、まだ黒いんじゃないかな、黒いじゃん履けるじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、履けますよ、全然履けるんですけど、やっぱりね、洗濯する回数、あと履く頻度にもよるんですけど、しらっちゃけちゃうんですよね。例えばこの裾のねところとか、あー分かりやすいですね、ほらもう白い、自分の背景が白いからちょっと分かりやすいと思うんですけど、ほらポケットのところとかも、やっぱり一番最初買っていたね、買って履いた時と比べるともっともっとブラックしていたんですけど、うん、でもやっぱりね、こういう風にしらっちゃけちゃうとなんかだらしなく見えるじゃないですか、その汗てるもの着てるなみたいなっていうこともあったので、なるだけ黒いパンツっていうのを履きたいな、持っていたいなっていう風に思ってユニクロにもう一回行ったんですけども、そうユニクロで同じものを買おうと、嫌いじゃなかったんで、だけどやっぱりこれ4000円とか3000円くらいするじゃないですか、その安物買いの銭失いっていう風な感じになっちゃうのも嫌だなって思って、どうせ買うんだったらなんかもうちょっといいやつを買いたいなっていう風にも思って、うん、でどうせ仕事で使うんだったらスーツっぽく見える、そう遠間から見るとスーツっぽく見える何かが欲しいって思って、まあうろちょろ仕事帰りとかにね、ショッピングをしていたんですけど、その時にリーバイスの店員さんにおすすめされたものがあったんですよ。はい、はい、それがこちらになります。もう何回か履いちゃってるんですけどね、はい、リーバイス512になります。リーバイス512です。うんこいつまた買ったよとか思ってないですか？はい、これがその仕事でもデニムを履きたいんですっていう風な話をポロッとしたら、おすすめなものがありますよと、おすすめなものがあるよと、え、何ですかって話をしたら、511か512どちらかですねっていう風に言われて、自分は512にしました。じゃあそもそもリーバイス512って何なのっていう風なところなんですけど、はい、リーバイス512っていうのはリーバイスの中でも極めてこう細いシルエットのシリーズらしいです。で、裾の中心に向かってこう内側にねじれながら作れているので、より細く見えるっていう感じで、特徴、まあよりね、内側にねじれているっていうのが特徴で、何よりブーツと合わせるとめちゃくちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。一応ね、こういう風な形になっていて、もうさっきのねユニクロのチノパンと比べるともう黒々としてますよね。まあユニクロの方はもう何回か洗濯しちゃったからなんですけど、はい、こちらですね、こちら、こちらっていうのが名前がですね、スリムテーパードジーンズのブラック512ですねっていう風な形になってます。お値段はちょっと張ります。26,400円くらいっていう風な感じなので、まあお高いんです。もともとそんなに高いものを買おうっ
そんなに、ね、高いものを買おうっていうふうに思っていなかったので、めちゃくちゃ渋りました、これ買うとき。めちゃくちゃ渋ったんですよ。まあ、確かに仕事でデニムを履けたらいいなっていうふうに思ってて、でも2万かーみたいな、そっかーっていうふうに思ってた時に、まあ、店員さんが言うわけですよ。長谷俊さんが欲しくなる、あのその今渋ってるのを解決する話を2つしますよと。その話をね、今回ちょっと皆さんにも共有したいなっていうふうに思って、26,400円の被害者を増やしたいなって思って。まあ、はい、じゃあまず一つ目です。デニムってなんで白っちゃけちゃうの、なんでこう色が落ちていっちゃうのっていう風なお話です。今回自分の目的は色が落ちにくい、仕事でも使えるようなデニムが欲しい。まあ、デニムっていうのは贅沢なんですけどね、今回はチノパンとかそういうのじゃなくてデニムが欲しい。じゃあなんでデニムがその色が落ちてしまうかっていうと、基本的にデニムっていうのは、こうデニムその1本ジーンズっていうのを構成する場合っていうのは2種類の糸を使うらしいんですよ。でデニム好きの人はあの当然っていう風な知識かもしれないんですけど、どんな糸を使ってるかっていうと、例えば501リーバイス501の場合だとインディゴ染めをしている青い糸が1本で、2本目っていうのが染色していない芯になる白い糸っていうのをこうやって重ねて形成してジーンズとして成り立たせていますよと。はい、なので、まあ、この状態だと何が起こるかっていう風な話なんですけど、何度も何度も履いていくと、その白い糸っていうの、が摩擦で表面に浮き出てくるっていう風な感じらしいんですよ。なので白いところとその青いところっていうのが分かれていく、まあ、いわゆるそういうの当たりっていう風に言ったりするんですよね。プラスシンプルに洗濯して色が落ちるっていう風な感じ。最終的にはどんどんその色が濃いデニムっていうのも薄くなって、白い糸も表面化してきてっていう風な感じらしいんです。まあ基本的にはそのデニムの色っていうのを落とさないように履くっていうのがその楽しみなんですよね、ジーンズデニム好き。ちょっとその洗剤を使わないとか、まあ、いろいろ方法あったりするんですけど、まあ、衛生面的なことも考えるとやっぱり洗濯したいじゃないですか、洗剤も入れてね。その点この512に関して、なんと黒い糸に対して黒い糸の芯材を使ってるので黒なので、はい、で基本的に色は落ちにくいよっていうふうに言われたんですよ。だからその洗濯を何回も何十回もしていけば落ちるけど、その色落ちっていうのを結構気にしながら履いていくっていう風な意味では全然落ちないから512っておすすめだよっていう風に言われたんですよね。まあ、逆に言うとその白いところと色が濃いところっていうのが綺麗に分かれていかないから面白みに欠けるっていう風な捉え方もできるらしいんですけど、なんかそういう風に言われると面白いですよね。あ、デニムってそういう風に構成されてるんだみたいな。はい、では2つ目です。自分を落とそうとしてきた2つ目です。で2つ目っていうのはシンプルに値段です。お値段26,400円でなんですよ。実はこ あのお店で買った時のこの512っていうのは実はもう一本あって、それが19,000円2万円いかないくらい、19,800円とかそれくらいだったんですよ。でそっちの512を買おうとしたんですよ。そしたら店員さんに、いやいやこっちの512の方がいいですよっていうふうに言われて紹介されたのがこっちなんですよね。まあ、何が違うんだっていうふうな話なんですけど、はい、今回購入した自分ね購入したこの512っていうのはリーバイスジャパンのテーパードスリムなんですよ。はい、何が違うのっていうふうに思うじゃないですか。全然違いました。高い方を買えというふうに言ってきたんですね。高い方を買えと、みたいな。9000、まあ、約2万ですよ。2万と2万6000 6000の差があるじゃないですか。6000の差を埋める何かが欲しい、買うんだったらって思って、で
まあ、何がすごいの、こいつだと何がすごいのっていうと、まず素材そのものが違うんですよ。自分が一番最初にその手に取ったのはもう本当にあの向こうのお国のものの512で、柔らかいんですよ、柔らかいんですよ。でこのリーバイスジャパンの方の512っていうのを履いたら硬いんですよ。硬いし一番最初もピッチピチであの綿 98% ポリウレタン 2% で、あの 100% 綿ではないので伸びるんですけど、硬っていう風に思って、はい、だけど一番最初に硬いものっていうのはよく馴染むんですよこの後っていう風に言われて、うん、だから一番最初に柔らかいものよりも硬い方を選んだ方がいいっていう風に言われました。次ですね、2つ目です。パッチです。あのリーバイスジャパンっていう意味でここにほら可愛いですよね、これがあるんですけど、これと多分その合わせてっていう意味で、あのネットでも検索してもらうと分かるんですけど、ここの512っていうのが、革パッチなんだけど、これが茶色なんですよ。茶色の革パッチなんですけど、このあのリーバイスジャパン、リーバイスジャパンのものっていうのは青く、まあ、青ですよね、あの黒く見えるかもしれないですけど、これ青なんですよ。ほら青く染色されているパッチで、で牛革ですよ、牛革パッチで、しかもちょっとこれ光の加減で見えるかな、日の丸、ほら日の丸がうっすらなってるんですよね。おー、おしゃれーみたいなおしゃれ。まあ仕事で履くときにこの茶色の革パッチっていうのだと、まあ、ちょっと目立つかなって思って、まあ、そこまで気にはしないと思うんですけど、なるだけその暗く目立たないように目立たないように履きたいっていう風に思ってたので、そういう意味だとここのパッチが黒っていうのはすごいありがたいな、 青っていうのはすごくありがたいなっていう風に思ったんですね。タブですね。リーバイスって基本的に赤タブじゃないですか、赤タブだけど、この512にはリーバイスジャパンの部は青なんですよ。青、例えばこれ本当に遠まで見ると全然目立たなくないですか？そうなんですよ。目立たないようにするために今回買ったので、目立ってなんぼだろうっていう風に思うかもしれないですけど、目立たないんですよ。ほら、すごくいい。はい。っていうね、そういうところにも惹かれたんですよ。だから仕事でデニム履きたいですよ。本当に、しかもこれ、遠間だとデニムってわかんないんですよ。近づかないと。近づくと、あー、デニムだ。みたいな。そんな感じ？はい、最後です。で最後その店員さんに5名を刺されたのは、これ裾のところを見てみてくださいと、セルビッチがあるんですよ。よくないですか、これロールアップした時にすごいかっこよくないですか。これが普通の512だとないんですよ。ないけどリーバイスジャパンのちょっとお高めの512だとセルビッチがあるからすごい良くないですかっていう風に言われて、あ、確かにっていう風に思っちゃったんですよねセルビッチってロマンじゃないですかっていう風に思ってね、ちょっといいなっていう風に思ったんです。だから例えば仕事用でね、仕事でロールアップするわけにはいかないので、仕事ではちゃんとこうやってね戻して、しっかり仕事みたいな、仕事でプライベートになったらくるんとロールアップすれば、こうオンオフしっかりできませんかっていう風に言われたんですね。確かにとか思っちゃって確かにって思っちゃって、でこれを何回も使っていって洗濯もするじゃないですか。で洗濯したらあの色も落ちていく、結局その色が落ちにくいとはいえ当たりとか、ね、まあ要は白くなっていきますよと。そういう風になってきたらもう完全にロールアップしてプライベートに移していけばいいじゃないですかっていう風に言われて、ああなるほどみたいな、確かにって思ったんですね。はい、しかもこういうロールアップ、その自分の好み的にはロールアップしてブーツ履くのがすごい好きなので、はい、ロールアップして履くデニムプラスブーツってかっこよくないですか。しかもブラックデニムっていう風に言うと、まあ、どんなブーツでも合うんですよね結論から言うとどんなものにも合うので、もういいなっていう風に思っちゃって、で今
今この512っていうのを購入すれば、まあ、ちょっと後ろにも見えるんですけど、はい、2024年のデニムカレンダーつけますっていう風に言われたんですよ。デニムカレンダーとはって思ったんですけど、で可愛いですよね。こういう風なものがあって、それもつけますよっていう風に言われて、買いますっていう風な感じで、はい、リーバイス512っていうのを購入しました。はい、革靴履いていて、あ、そのビジネスシューズを履いていても別にその遠間からだと全然普通のスーツっぽく見えるので、まあカジュアルスーツみたいな感じに見えるので全然変じゃないし、ブーツを履いてロールアップすればプライベートにも使えるし、本当はエイジングをあんまり進めたくない、しらっちゃけないように買ったブラックデニムなんですけど、エイジング進むのも楽しみですよね。まあ、これはね、あんまり経年変化のために買ったものではないんですけど、仕事として使えなくなった時、仕事用として使えなくなった時の経年変化具合をまたいつかね、動画で、はい、紹介したいなっていうふうに思います。はい。もし仕事でも履きたいし、プライベートでも履けるみたいな、そういうデニムが欲しいよっていう人は、ぜひぜひ、リーバイスジャパンの512、すごくおすすめです。もう、何回か履いてるんですけど、もう、自分の足にフィットして、すごく履きやすいです。すごくいいです。おすすめです。はい。っていう風な感じです。以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。はい。それでは。